マリア会の創始者、ギオーム・ジョゼフ・シャミナードは2000年に、ヨハネ・パウロ2世により、列服されている。シャミナード大学は、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルルにあるカトリック系の大学である。1955年に、マリア会によって設立され、名称は、カトリックのマリア会を起こしたギオーム・ジョゼフ・シャミナードに、ちなんでいる。フランス革命時代の迫害を逃れた副社。 ギヨーム・ジョゼフ・シャミナードが1817年に起こしたマリアガは1849年にアメリカ大陸の移民たちへの選挙に乗り出している。1883年にホノルルにセントルイススクールを設立して男子の中等高等学校教育を始めた。この学校の卒業生の要請もあって1955年にはハワイのカトリック教徒のために セントルイス短期大学を設立した。この短期大学は1957年に4年生大学となり、マリア会の創設者シャミナードにちなんで、シャミナード大学と名称を変えている。大学院も1977年には設立した。学生がマリア会の理念に基づくリベラルアーツ教育を経て、将来の生活、講師、キャリアへの教育を行えるような環境を整えている。 学生数は約2000人で比較的小規模の大学である。2015年にはカメハメハスクールと提携してハワイ先住民への奨学金も開始している。キャンパスはホノルルの住宅地域である海向きの丘の斜面に置かれていてオアフ島の南岸にあるダイヤモンドヘッド、ワイキキ、ホノルルダウンタウンを見下ろす位置にある。校内の建物は常に新築、改築されていて、 最近では科学、通信館、サリバンファミリー図書館、看護教育館が新設されている。現在、教育本館の改築が進んでいる。ありがとうございます。